里崎チャンネル。こんにちは、キャンプの話を、はいはい、まあ、ちょっとねこの間しましたけれども、はい、なんかキャンプの若手選手はキャンプにやっぱ万全で来ないといけない、まあ、2月1日開幕やと思ってね、はいはい、まあ、でもまあアピール競争があるので、まあ、それそうだなとはもう思うんですけど、うん、でもまだまだ時間あるのにそこまで必要ですかっていう。めちゃくちゃ必要です。もう本当に2月1日開幕ぐらいでバリバリ仕上げてこなかったらやばいですよ。はい、そこは何でかっていうと、はい、うん、まあ、レギュラークラス、はい、とか、まあ、ピッチャーもそうだし野手もそうだし、まあ、キャッチャーって僕もそうですけど、はい、まあ、2月1日に仕上げていかないですよね。だって開幕に向けて仕上げていくわけですから、はい、っていうことは全部がまだ出来上がってないんですよ、うんうん、で、よくキャンプとかで監督とかコーチが横一線とかってよく言うでしょ。言いますね。あれ嘘ですからね。え、そうなんですか。はい、え、今だからもうみんな同じぐらいで横一線だよっていう、よく言うじゃないですか、はい、あれもう本当嘘っすもん。へえ、もう全然じゃあもうあるってことですか。だってもうレギュラーは決まってるでしょ、はい、そいつら横一線じゃないでしょ。まあそうですね。だから、うん、横一線じゃない人もいるし、はい、横一線の人もいるですよね。もういるですよね、うん、チーム全部が横一線は嘘っす。まあそれは確かにそれはないですね、はい、もうほぼほぼその鈴木誠也選手とか山田哲人選手とかそういうところってもう抜けて、どんだけキャンプインで仕上がってないだろうと多分絶対ピーク合わせていけるぐらいの実力があるので、だから1軍から省かれることってもうほぼないと思うんですよ。ないですよね、横一線ではないですね。横一線は、はい、だってオープン戦でめっちゃ頑張っても、はい、いきなりそいつ2軍落ちとか、はい、キャンプの紅白戦でめっちゃ頑張って結果出してるのに1軍帯同できんとか、はい、もうそもそも横一線ちゃうやんって一流選手がオープン戦で全く打たなくても開幕されるんですよね。横一線はまあ嘘なんですけど、はい、で考えた時に、はい、じゃあ1軍登録人数今29人ですね、はい、たらほぼほぼ埋まってるんですよ、はい、ピッチャーとかでも、うん、まあ、もし13人、4人、うん、ローテーション6人、もしローテーション6人で考えたときに、多分4、5人は決まってますよね、少なくても、うん、もう大体目星は、はい、うん、だから、1個か2個のところを十何人で表すんですよ。そうか、この選手だったら、ちょっと下に落ちる可能性あるなって、その数人のところを狙っていかないといけない。で、長崎だって、はい、7、8、9はもうほぼ決まってますよね。はい、そうですね。だから要は僕の経験上3つか4つの席、はい、下手したら2つ、うん、をピッチャーだったら、はい、20人ぐらいで争ってる。ピッチャーってすごい数いますもんね、はい、で野手とかでも、はい、じゃあ僕がロッテの時だって、うん、僕と橋本は決まってるわけですよ、はい、何があっても絶対、はい、そうなったら他の選手で、うん、1個もしくは0なんですよ、枠で。そうですね、はい、キャッチャーってそうですよね、はい、野手とかでもそうじゃないですか、はい、もうほぼ決まってますよね、はい、とか1個か2個のやつをもう何人でも争ってるんですよ、はい、ってなった時にそれを奪いに行かなきゃいけないわけですよね、うん、若手とか 1.5 軍とかまだ居場所がない選手たちは、はい、そうなった時にまだじゃあブルペピッチャーの場合、はい、ね、初日から立ち投げざけんじゃねえよって言いましたけど、はい、初日なんで座ってバンバン投げていかなきゃいけないかっていうと、じゃあレギュラーキャッチャーもそうですけど、はい、まだ目が慣れてないんですよ、スピード感に。半年挟んでるじゃないですか、はい、スピード感に慣れてないんで、はい、まあ、こんな言い方したらあれですけど、しょっぽい球でもあれ結構来てるなって思っちゃうんですよ。慣れてないから、はい、体がまだ目が慣れてないから、はい、で主力クラスのピッチャーは、はい、立ち投げとか、はい、もしくはまだ最初ブルペン入らなかったりとか、うん、独自の調整をしていくわけじゃないですか、はい、ってなったらその中でほら今年こいつ違うな、めちゃくちゃ自主トレしてきてんちゃう、球めっちゃ切れてる、ね、切れてる、変化球も来てる、ストレートも来てる、はい、こいついけんちゃうかって思うんですよ、はい、おー、はいはい、慣れてないんで、はい、でこれまあ答え言うと、はい、キャンプ終盤になってきたら、はい、慣れてくるんで、はい、大したことなくなってくるんですけど、はい、でも、うん、それがなった時にじゃあ今度じゃあ紅白戦とかシートバッティングしよう、はい、主力クラス、うん、スピード慣れてないですよね、はい、詰まったりとか、はい、打てなかったりしたらそういうの評価めっちゃ上がるんですよ、うんうん、おっこう仕上がってんの早いよ、チャンスやろうかって言って一軍帯同できたりとか、はい、そのチャンスをつかめるわけじゃないですか。なるほど、
紅白戦とかもしくはオープン戦連れて行ってくれたりっていう、はい、チャンスをつなげて、はい、でそこで結果が出るかどうかそいつの能力ですよね。だからそのまでにその見てもらうっていう段階にまず行かないといけないですもんね、はい、そうです。その時に全員の目が監督工場仕上がってないですから、はいはい、半年間休んでるんで、うん、めっちゃよく見えるんですよ、はい、だから新人の投手とか結構仕上げてきてるからすごいやんってなるんですよ、はい、キャンプ序盤でだってローカルメディアとかもキャンプ取材、はい、頭の方で行くじゃないですか、うん、で監督とかコーチとかに今年なんか目立ってる選手いますかって言ったら若手のあの子が、ね、結構いいんだよって言って、うん、そしたらファンとかもやっぱ一気に注目したもんね。そうそうそう、で仕上がるの早かったら出来上がってきてくるし、はいはい、出来上がってくる目慣れてない、はい、もう10キロ増しぐらいの速さ感じるんですよ下手すると、はい、めっちゃいい球が出てる、うんうんうん、でバッティングとかでも、はいね、野手とかだったらじゃあレギュラークラスが調整でボーンって打ってるところで仕上がっててバンバンスタンドインしてみてください、うん、ガボガボって言ったらほら今年違うなって言ってよしじゃあ使ってみようって言って、はい、チャンスをつかめるわけじゃないですか、うんうんうん、このチャンスをつかめなくなるんですよ仕上げてきてないと。なるほど、だチャンスをつかむチャンスがなくなっちゃうんですよ、ね、はい、でそしたら仕上げてこないといけないわけじゃないですか、うん、でじゃあ主力クラスと同じような調整していくと、はい、こう勝てるわけないじゃないですか。そうですね、はい、ここのやつが仕上がってきたらガンガン来るんですから、はい、でそうなってくるとこっちもどんどん目が慣れてきてそのあれ疲れてんのかなキャンプ序盤いい感じになるんだけど俺疲れてきてんのかなって思っちゃうぐらいスピード感に慣れてきてあれって思っちゃうんですけど、はい、でもそのままあれって思わない選手もいるんですよね、うん、そのままずっと行って一軍の座を勝ち取る選手たちもいるんで、はい、だからこそ2月1日にポジションをつかめる人は仕上げてこなきゃいけないんです。あーなるほど、あすっごい納得しました。えただですよ、はい、そのやっぱ選手って一番 の, その1年間でのピークとかってあるじゃないですか、はいはいはい、そのキャンプの頭からガンガン行ってたら、はい、そのキャンプとかオープン戦がピークになっちゃったりしないんですか、あとどんどん疲れていってるみたいな。だってもう疲れようが疲れまいが居場所ないのにそんな流暢なこと言ってる場合じゃないじゃないですか。ああそっか、そ、ね、お前のそのこれから上げて居場所つかめなきゃいけないやつは、はい、ピークとか言ってる場合じゃないですよお前のピークに合わせても一軍これませんから残念みたいな残念じゃなみたいな感じなんですよ。そっか、もう立場をつかむポジションをつかむまでは、はあ、もうピークをぐわーってずーっと取っとかないと行くしかんで途中で疲れたとか怪我したらとかってやつですけど、いやそもそも一軍にも入れへんねんから、はい、怪我しようが怪我しまいがこれプロのこの厳しい弱肉強食の世界の中だったら関係ないんですよ。そうですね、怪我しようがしまいが、はい、掴むために行かなきゃいけない勝負しなきゃいけないっていう時絶対あると思うんですよ、はい、これはね後日ねあの三関がどんな勝負をしたかね、はい、またねこの怪我からの向き合い方で言いたいと思いますけど、お行くしかないじゃないですか、行かせないんですから、はい、そうですね、もうどん上のもうとんでもないやつたちしかいないんですから、はい、それに行こうと思ったら、うん、それはもう途中で待てようが待てまいが、うん、全力疾走でまず自分のアピールして居場所を掴んでから調整ですよね。おーなるほど、はい、そうですね、はい、そっからまあいろいろとその体のコンディションとかも整えていきたい、はい、整える余裕ないでしょ。だって僕あの、まあ、今年から日本ハムの育成コーチだったかな、はい、あの僕の師匠の山中さんっていう方に、はい、ロッテン時代ずっと言われてたのがあの練習の三大原則って言われてたんですよ、はい、でこの練習の三大原則は何かっていうと、はい、あの鍛錬、調整、修正って言われてたんですよ。鍛錬、調整、修正、はい、だからまあ鍛錬っていうのは鍛えることですよね、はい、鍛えて鍛えて鍛えて、で調整っていうのは、はい、そういう休むとか、はい、体のコンディション調整とか、はい、で修正っていうのは鍛錬してやったことがうまくいったかどうか、うまくいかなかったことは修正してもう一回鍛錬するっていう、うん、その修正するっていうこの3つが練習の三大原則と言われてたんですよ。あーなんか野球以外にもすごい通ずるものありますね、はい、なんでも。でも、はい、3年間1軍で活躍して初めて調整はしていいって。え1軍で3年間、はい、頑張れたら初めて調整していいって、はい、って言われてたんですよ。それまでは鍛錬修正、鍛錬修正、鍛錬修正、鍛錬修正のエンドレス繰り返し、鍛錬してうまくいったかどうかで反省して修正して、でもう一回それを打って鍛錬して修正して鍛錬して修正して勝負して結果出して、で自分で3年間いて初めて調整して、それまではもう鍛えて鍛えて鍛えていかないとそんな簡単にプロの一軍でポジション奪えないよって言ったんですよ。
もしかしたらもう体に無理があるかもしれない、コンディションが悪いかもしれないけど、うん、それでも、もう本当に定着するまでは、もう登り続けろってことですね。ないですよね。もう僕の持論は、怪我しないで永遠に2軍なんだったら、怪我するかもしれないけど、勝負かけて1軍のにチャレンジした方が僕はいいと思うんですよ。まあ、1軍で1回もしすごい活躍したとするじゃないですか、はい、それで怪我してもしかしたら復帰ってなればまた印象はすごく残ってるので、1軍でまた復帰だ当番だってなる、はい、チャンスが増えるんで、うん、そのためにやっぱり2月1日にその若手とかそういうまだ 1.5 軍の選手とかチャンスをつかまなきゃいけない選手が仕上げてこなきゃいけないっていう最大の理由なんですよ、はい、よくなんかねメジャーのことをよく言う人いるんですけど、はい、メジャーなんてまあ、全部が全部じゃないですけど、平均的に言ったらキャンプインがピッチャーは13日ぐらいなんですよ、はい、で野手が18日ぐらいにキャンプインするんですよね。だからピッチャーと野手別々にキャンプインするんですけど、うん、でオープン戦が23日ぐらいから大体スタートするんですよ。え、キャンプしてからもう本当にちょっとしてから、そうピッチャーだったら10日後、野手だったらもう5日後ぐらいにオープン戦がスタートするんですよ、はい、っていうことは、うん、メジャーの方が多分より厳しいですよ。でもキャンプインの時にほぼほぼ仕上がってないといけないと思うんですよね。そうそうそう。でしかも、まあ、メジャーは40人枠っていうのがあって、はい、この40人枠に入ってる人たちが、まあ、メジャーリーガーって言われてる人たちなんですけど、はい、この40人枠に入ってないとまずメジャーの試合に出れないんですよ、はい、で他の選手たちは招待選手だったりしたマイナー契約の選手なんですけど、この選手オープン戦の途中でバンバンクビになりますからね、はい、オープン戦でクビになるんですか。そうですそうです。日本はなんないですよね。なんです。日本は1年間とりあえずは契約してくれますけど、はい、メジャーは途中でだからメジャー契約してても、はい、メジャー契約から外すときは1回クビにしてウェーバーにかけなきゃいけないんで、はい、クビになるんですよ。へー、そうなんですね。だからちょっと前だったら田澤選手が、はい、オープン戦防御率 0.00 だったけども、まあ、契約の関係上1回解雇になったんですよ。で解雇になると他の球団とも交渉できて、はい、他の球団に行けれるチャンスもありますけど、はい、まあ、もう一回同じチームと契約し直してマイナー契約して入ったんですけど、はい、で川崎選手とか、はい、そうキャンプでクビになったりとか、はい、それからよっぽどメジャーの方が厳しいと思いますよ。いや厳しい。キャンプ中にお前らないって言われるってことですよね。そうですそうです。でしかもなんか、はい、まあ、これ全てじゃないと思いますけど、まあ、聞いた話によるとそのメジャーリーガーはオープン戦の初日からバンバンやらないからやっぱ数がいるらしいですよね、はい、選手全員の、はい、だからそのオープン戦をこなすためにも招待選手を連れてキャンプインしてるっていうのもあって、あとマイナーのキャンプインが遅いらしくて、はい、でそこで、まあ、あとそのメジャー契約には至らなかったけど有望な選手とか、うん、まあ、メジャー枠にまだ枠があるから誰か入れるためにっていう、だから本当に2人とかの枠を何十人で争ってるらしいです、はい、メジャーでダメだとクビになるし、はい、っていうところもあるから、いやメジャーの方が多分よっぽど若手とかキャンプインゴリゴリできてると思うんですよ、うん、まあ、そうですね、はい、だからそのメジャー契約してない人、はいはい、だってだから40人以外はメジャーリーグ出れないんで、はい、っていうことは日本でいうと40人以外は育成選手みたいなもんですよ。そうですね。だからマイナー契約イコール育成選手みたいなもんですよ。だから育成が支配下になるっていうその一段階踏むみたいに、そうそうそう、自分と自分の入れ替えとかじゃなくて、はい、またもっとそこに、そこに40人は入らないとメジャーリーガー出れないんで、はい、日本はねその70人の支配下に入れば一軍出れますけど、うん、はい、よくなんか約半分差なんです。そうですね。だからアメリカの方が僕よっぽどシビアで厳しいんちゃうかと思いますね、日本より。まず日本はね1年間契約してくれますからね。そうですね、はい、もう絶対クビになることはないですもんね、はい、うん、でしかもあの試合だから、はい、あの育成にシーズン中に落とされることないと思うんで、はい、育成から支配下になることはありますけど、はい、ありますね、うん、逆はあっても試合から育成になることはシーズン中ないんで、あ、まあ、確かにメジャーは試合から育成になることありますから、ね、はい、まあ、めちゃくちゃシビアですねメジャーって。だから、はい、日本の若手もチャンスつかみたかったら2月1日からゴリゴリ仕上げて、うん、で怪我したらどうするんやって、はい、怪我しようがしまいがだって1軍にいないじゃんっていう。そうですね、1軍にいて初めてプロ野球選手ですから、はい、うんうんうん、そう考えたら、ゆっくり主力選手と一緒に同じペースでやってたらきついですよね。まあそうですね、いろいろ高校生とかの話題で怪我をさせないためにその球数でいろいろありますけど、うん、まあ、プロの世界に入ってやっぱ一軍に入ってなんぼですから、そうそうそう、
怪我してもいいぐらいのつもりでゴリゴリで来いってことですね。そうそうそう、はい、怪我しちゃダメですけど、でもそこのその人間って、はい、バロメーターあるわけじゃないから、はい、これより越したら怪我する、これより越さなきゃいいっていう、うん、ここ分かんないじゃないですか。でもここ行かないと成長しないと思うんですよ、うん、僕は、はい、ここでここのこうマックスここでここでやってても成長しない、うん、このギリギリの技まで、まあね、うん、ケアしながら、はい、自分で感じながら攻めれるかどうかが勝負ですよね、はい、気持ちはもうゴリゴリで、いやゴリゴリでしょ、モンスター井上尚弥も俺はゴリゴリでやってるからあんな強いと思うんだよね。まあ本当に一流の人ってもうこのね素人がわからないぐらい本当にすごい絶え間ない努力をね、うん、きっとしてるんでしょうね。多分本当にねこの意見は多くの人からね、ゴリゴリ派はもう今の時代受け入れられないかもわかんないけど、はい、やっぱりねゴリゴリだよ一流をつかむにはゴリゴリだと。そうだからもう能力ある人はすんなりでいいかもわかんないですけど、はい、能力なかったらもうゴリゴリやってあげるしかないですよね。そうですね、はい、若手選手見てるかもしれないですからね。そうですね、はい、見てたらラッキーです ね、 そうですね、一流になれるヒントが佐々木チャンネルには隠されてますからね。はい、見てますか。